バッテンです。高校数学両問演習第46問目になります。数列の11問目ですね。今週ちょっと立て込んでましてですね、動画の更新頻度が下がってしまって申し訳ないです。今日はこちらの問題やっていきます。ついに8つがやってきました。8つが確率全化式ですね、模試でも入試でもよく出るテーマです。まだご自身でもうこの問題考えられてない方はですね、ここで必ず動画を止めていただいて自分で答えを出してからですね、解説の方に進んでみてください。では解説始めていきたいと思います。確率全化式ですね、名前はいかついんですけれども、意外と慣れてしまうと簡単っていう、そういう問題なんですね。なのでですね、ここで考え方をしっかり身につけて、まあお得なボーナス問題として捉えられるぐらいですね、パワーアップしていただけたらと思います。確率全化式、まあ要するにですね、実は第43回で触れてるんですけれども、推移図ですね、N 回の場合どうなってて、 N プラス1回の場合はどうなってるかっていう、この2つの関係性を頭で整理してですね、目で見て分かるように図に落とし込んだもの、これが推移図っていうものでした。で、43問目でやったのは場合の数のケースだったんですね。何通りとか何個っていう場合の数でこの図を、書き方を学んだんですけれども、今回はこれが確率になるよと。なので考え方はこれ全く一緒です。まだ43問目解いてない方はこっちを先に解いていただくと理解が深まっていいかと思います。では実際に問題解きながらですね、この推移図の考え方と確率全化式の考え方学んでいこうと思います。問題は1から7まで、まあ、7枚カードがあるんですね、これを1枚取り出して戻すっていう思考を N 回繰り返しますよと。で、N 枚のカードの和が偶数になる確率、まあ、例えば3回引いた時に2、4とかだと、これ足して10なので偶数ですね、こういうような確率を PN としますよと、こういう問題ですね。はい、括弧1、P2、P3 を求めようっていう問題です。まあ、P2 とか、まあ、文字で与えられてもなんじゃそりゃって感じなので、これ日本語に翻訳する必要がありますよね。P2 っていうのは、カードを2枚引いたときに、その2枚のカードの和が偶数になっている確率と。こういうふうに日本語に言い換えることができますね。2枚の和が偶数ってどういう時があるかなって考えてみると、例えば 1を引いて2回目に4とか引くと、これ足して奇数なんでダメですね。なんですけど、例えば2、4とか、奇数奇数でもいいですね。1、5とか。なので、偶数2連チャンのパターンと奇数2連チャンのパターンがあるなっていうのに気づきます。ね、偶数2連チャンの方から考えると、まあ、確率の考え方はいいですかね。すべての起こりうる事象の場合の数、これが 7×7 ですね。今回独立試行なので、1回目の引くっていう操作と2回目引くっていう操作が、まあ、互いに影響してこないですよと。なので 7×7 で49通りすべての場合の数っていうのがあって、その中で偶数2連チャンってことは2回連続で2、4、6の3枚から引くので 3×3 となってきます。で、一方で奇数2連チャンも一緒ですね。7×7 は一緒で分子が変わってきます。1、3、5、7っていう4枚から2連チャンで引くよと。なので 4×4 独立試行ですね。で、2つのパターンが出揃ったので、これら2つが排反ですよと。つまりどっちか一方が起こった時っていうのは、どっちかは起こってませんよと。なので、まあ、ベン図で言うとこう離れてますよと。どっちも起こるっていうケースはないですよね。2枚数字を引いてどっちも奇数でどっちも偶数でしたっていうのはちょっと何言ってるか分かんないので、足せますよと。この確率同士を足してあげて49分の25、これが2回カードを引いた時に和が偶数になる確率として求まります。反復試行、ちょっと今の解説がですね、まあ、頭に入ってこないっていう方は、あの確率の分野少し復習した方がいいかなと思うので、第25回がこれ確率の極意っていう、まあ、一押しの動画なんですけど、その動画から第28問ぐらいまでが反復試行を扱っている問題なので、そこで復習してもらえたらと思います。次は P3 ですね。3枚引いた時にその3枚の和が偶数になる、そういう確率を求めようっていう問題です。これも同じで、どういうケースがあるかなって思うと、偶数3連チャンだったら足して偶数ですよね、もちろん、っていうケースもありますし、偶数1回奇数2回っていうパターンもありますね。この奇数2回足して偶数になるので、これでも和が偶数になります。で、その他はないですね。奇数3回はダメですし、
偶数2回奇数1回だと、まあ、2、4、5とかだとこれ足して奇数になっちゃうんで、この2つだけです。それぞれ計算してあげると、さっきと計算方法は一緒ですね。偶数3連チャンは全ての場合の数が 7×7×7 で、分子偶数3連チャンが2、4、6から3回取ってくるので 3×3×3 と、これで求まります。で、偶数1回奇数2回のパターンは、まあ、いわゆる反復試行の考え方が必要になるんですけど、まあ、考え方は一緒で、全部の起こりうる場合の数っていうのは 7×7×7 ですよね。で、分子はまずこの偶数1回奇数2回っていうのが起こりうる場合の数を計算しないといけないので、まず、すみません、これ偶数ですね。いつ偶数を引くか、つまり3回引くんですけど、偶数奇数奇数でもいいですし、奇数偶数奇数でもいいですし、奇数奇数偶数でもいいよと。で、3パターンありますね。なので 3C1 でいつ偶数を引くかっていう選び方で、それが決まると、例えば偶数2回目でこっち奇数で3回目奇数ってなると、奇数が4通り、偶数が3通り、奇数が4通りですよね。まあ、なのでこの 3×4×4 っていうのが、この3パターン全てに対して出てくるよと。なのでこれ掛け算してあげると、343分の144っていう、まあ、汚い数字が出てきます。この汚い数字同士を足してあげるんですね。ここまた排反事象ですよね。つまりどっちかが起こるとどっちからは起こらないと。なので足し算することができて、この汚い数字がまた出てきます。これ割れないですね。171は、うん、割れないですね。まあ、実はこれ素数ではないんですけどね。 19×9 でいけますね。まあ、素数ではないんですけど、まあ、割り切れないという数字です。では括弧2です。括弧1ではまあ具体的にですね、 P2、P3 っていう2と3っていう具体的な数字の時の確率を求めたんですけど、まあ、ここから先がちょっと抽象的な話になってきます。 PN と PN+1 の関係ですね。これをですね、まず目で見て分かるもの、つまり推移図に落とし込んでいこうと思います。その図がこちらですね。 N 回終了したっていう状況と、 N+1 回終了した、つまり N+1 枚引き終わったっていう状況を比較します。で、これ1枚引くんですよね。このこっちの状態からこっちの状態に移るのはまた1枚引きますよと。で、 N 回カードを引いた時点で、和が偶数か和が奇数かのこれどっちかになってますよね、必ず。ここはきっちり分けておく必要があります。ここかぶってたりすると、あの推移図が意味をなさなくなってきます。で、N たす1回カードを引き終わった時、これも一緒ですね。和が偶数か奇数かどっちかですよね。で、これらでこの1枚引いたそのカードがどういうカードかによって、 N 回カードを引き終わった時の和の状態と N たす1回カードを引き終わった時の和の状態っていうのが関係してきますよね。例えば N 回カードを引いて、その N 枚の合計は偶数でしたと。で、 N たす1回目引いたカードが2、4、6であれば、N たす1回目、つまりそのカード引き終わった時も和が偶数になってますよね。なんですけど、もしそこで1、3、5、7を引いてしまうと、もともと N 枚引き終わった時は偶数だったんですけど、 N たす1回目終了した時は奇数になりますね。偶数たす奇数なので奇数になります。なのでこういう流れになってきますね。同様に N 枚引いた時の和が奇数だった場合、その次に引くのが奇数だと偶数になりますけど、その次に引くのが偶数だと奇数足す偶数で奇数になってくるよと、こういう関係にあります。で、この図を書いてしまうとですね、まあ、今求めようって言われているのが PN と PN 足す1の関係式なんですけど、 PN と PN 足す1がどこに出てくるかっていうと、ここですよね。 N 回引いて和が偶数である確率、これが PN で、逆に和が奇数なのはこれ1から PN 引けばいいですよね。つまり余事象になります。 N 回引き終わった時に和は必ず偶数か奇数ですよね。なので2つの確率を足すと必ず1になります。必ずどっちかが起こるよと。で、どっちもあの被りがないですよね。なので和が奇数になる確率っていうのは1から PN を引いたものになります。で、 N たす1回目も同様ですね。偶数が PN たす1で、奇数は1からそれを引いたものとなってきます。なので、この青の矢印見てみると、この PN たす1っていうのをどうやって計算できるかっていうと、このまず横の矢印がありますよね。もともと和が偶数の確率、それに
N たす1回目で2、4、6を引く確率。つまりこの右の矢印、青の右の矢印に相当します。こういうケースか、もしくは N 回終了時点では奇数だったんですけど、その次に引いたのも奇数でしたと。1357ですね。そうなると、めでたく N たす1回目は偶数になりますよね。カッコ1で P2 を求めた時に、どっちも偶数かどっちも奇数かっていうので考えましたよね。まあ、それと同じ考え方です。で、これ計算すると PN たす1っていうのがこういう PN の式で表されます。今、青の矢印だけ考えたんですけど、赤の矢印で考えてみても同じ式が出てきます。まあ、興味ある方はやってみてください。で、これが答えですね。で、まあ、正しいかどうか代入チェックを行うことができて、まあ、括弧1で P2 と P3 を求めたので、それを使える N イコール2っていうのを代入してみると、P3 イコールマイナス7分の1かける P2 足す7分の4って出てきて、ここに括弧1で求めたのを代入すると、49分の25だったので、これ計算すると、マイナス343分の25足す343分の49かける4196。で、これ、343分の分子が171になるので、括弧1で求めたこの汚い数と一致しますね。まあ、なので大丈夫そうだなっていうのがここでわかります。で、括弧3では、まあ、これ確率全化式の問題でよくあるんですけど、まあ、全化式立てちゃえばあとはそれを解くだけと。で、この問題はですね、よくこの全化式を見てみると、これ二項完全化式ですね。ここが N が入ってないシンプルな二項完全化式なので解けると安心となってきます。二項完全化式解き方は第37回で、まあ、その理由ですね。なんでそんな解き方になるんだっていうところも含めて解説をしているので、ぜひ見てみてください。もしくは、オケリクで調べていただいても、サクッと理解することができると思います。今、YouTube 見てくださっている方は概要欄にありますし、今、オケ堂で見てくださっている方は右か下に出ていると思います。で、解き方はですね、特性方程式っていうのを解きますと。この2つをアルファに変えたやつですね。これ解くとアルファが2分の1になります。ですので、それをここに入れてあげて、この式がですね、こういうふうに等比数列の形に変形できますよと、大変身していきます。で、初項が、ここを数列と見るんですよね。この pn-2 分の1っていう、まあ、pn っていう p1、p2、p3、点々点っていう数列の、まあ、全部の項から2分の1を引いたような数列。これは初項が p1-2分の1。P1 何だったかっていうと、これ要するに1枚引いた時に偶数である確率ですよね。それは1から7から2、4、6を引く確率なので7分の3。これ計算するとマイナス14分の1となります。で、公比がマイナス7分の1ですね。ですので一般項を計算することができて、これの一般項ですかね。これ PL じゃないっていうのにぜひ気をつけてください。これは初項かける公比の項数マイナス1乗。これでも止まります。で、最後に、きれいに PN の形に整理すると、まあ、これ右に移しただけですけど、こういう答えが出てきます。まあ、人によっては、これがですね、2分の1かけるマイナス7分の1なので、ここと、ここをまとめてあげて、2分の1かけるマイナス7分の1の N 乗でまとめる方もいると思いますけど、もちろんこっちでも正解になります。で、代入チェックしておくと、n イコール2でやっておくと、マイナス14分の1かける、2引く1で1乗になるので、マイナス7分の1、プラスの2分の1、これ計算すると、98分の50、つまり49分の25になって、P2 と一致します。なので OK ですね。はい。とわかります。まあ、確率全化式、本当によく出てきて、まあ、難関大でも出てくるんですけど、山場はどこにあるかっていうと、頭を整理してですね、問題文で与えられている状況を、まあ、スイーズっていうその目でわかる形に落とし込めるかどうかです。まあ、頭の中で考えると、もう頭が爆発する問題が多いので、まあ、今は N とか N たす1の時の状態が2種類だけだったんですけど、まあ、あれが3種類とか、もっと増えていくケースもあるので、そういう時はですね、頭を整理するために何かしら図のようなもので整理すると考えやすいですよと。それが確率全化式の山場ですね。それ書いてしまうと、あとはその書いてある情報から数式を導いていく。そうすると
前科式の解ける形っていうのが出てくるので、まあ、そこからの解き方っていうのはもう皆さん武器として持っていると思います。では、今日もありがとうございました。お疲れ様でした。